妻のヴィルヘルミーネ、ヴィルヘルム・フリードリヒ・フィリップ・フォン・ビュルテンベルクは、ドイツビュルテンベルク王国の王族で、デンマークの将軍。ビュルテンベルク初代軍事大臣を務めた。ウラフ派公爵家の始祖でもある。ビュルテンベルク公、フリードリヒ・オイゲンと、その妃で、ブランデンブルク・シュベート辺境伯、フリードリヒ・ヴィルヘルムの娘であるフリーデリケ、ドロテア・ゾフィアの間の、第5子、4、男として生まれた。1779年に、デンマーク軍に士官として入隊し、すぐに大佐に昇進した。1781年に連隊長、1783年に少将となり、1785年にはデンマーク王室、コノエフ卿連隊の連隊長に就任した。1795年には中将となった。1801年にコッペンハーゲン市の軍政長官となり、同年に起きたイギリス海軍とのコペンハーゲンの海戦に参加した。1806年、1万ライヒスターラーの退職金を与えられてデンマーク軍を退役した。長兄のビュルテンベルク王フリードリヒ一世は、1806年に母国に戻ったヴィルヘルムを陸軍元帥及び初代軍事大臣に任命した。しかし1811年には、フリードリヒ・フォン・フュール男爵が、軍事副大臣として実質的に軍事省を統率するようになり、ヴィルヘルムは1815年に形ばかりの軍事大臣を退いた。退職後、ヴィルヘルムは趣味の自然科学の研究や医師としての活動に没頭した。その功績により、1817年にはチュービンゲン大学から医学の名誉博士号を贈られた。王家の正員として、1819年から1830年まで、ビュルテンベルク王国議会の議員を務めた。1800年8月23日に、コズビヒにおいて、母の女官だった、ヴィルヘルミーネ・フォン・トゥンダーフェルト・ローディ男爵夫人と結婚した。妻はスウェーデンに仕官する、バルトドイツ人軍人の家系出身であり、この結婚は、ビュルテンベルク家の家内法により貴賤結婚とされた。このため、ヴィルヘルムは1801年8月1日に自身とその子孫の家督相続権を放棄している。妻ヴィルヘルミーネとの間に5男1女の6人の子女を設けた。子供たちはヴィルテンベルク伯爵の称号を許された。ありがとうございます。